どうも、おもチャンネルです。さあ今回はまたまた僕がねよく行くナンバシティにあるねアダムスキーさんでねいろんなものをね買ってきました。で今回ねそれをねお知らせするね動画にしようと思ったんですけど、最後にねまた改めてご挨拶させていただきますが、本日おもチャンネルがですね皆様のねおかげもございまして、チャンネル登録者様がね20万人突破しました。ありがとうございます。10万人を突破したのがね昨年の8月だったんで、そこからまたね10万人増えたのはね結構僕が予想してたより早かったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。いやー本当にありがとうございます。またねあの動画の最後にね改めてご挨拶させていただきます。まあそれと同時にねちょっと前なんですがね、これがまたねあのいいことあったんでね、それもまた最後にねお知らせさせていただきます。さあではね今回はね一体何を買ってきたのかね、ではでは見てまいりましょう。はい、まずはこちらですね。これがねあのトミカギフトがねちょっとねいろいろとまたちょっとね珍しいのいろいろ入荷してたんで買ってきました。では見ていきます。まずはこちら。はい、まず一つ目が幻想ポリスカーコレクション。これねとりあえずねあの何も考えずにカゴに入れたらね値段が意外と高かった。39%です。3980円。まあパトカーのトミカがね大好きな僕にしたらね、いや結構前から欲しかったセットなんですけどちょっと高かったかな。まあ値段的には失敗したかもしれないです。まあ今となってはね廃盤のものなんですが、まあ価値はあるにしろちょっと高かったかなって思います。で結構前の動画でね僕ね幻想ポリスカーコレクションっていうねトミカくじを紹介させていただいたんですが、まあそれの今回はトミカギフトのセット版みたいな感じですかね。まあ幻に走るとかでね幻想ポリスカーです。まあなかなかねありえないようなねパトカーや警察車両のセットになってます。ちなみに車両の内容こんな感じですね。三岡ら制度のパトロールカー、僕一番これがこのセットでやばいと思います。でその右下がこれがねダイハツコペンですね。これはちょっとあってもいいかなと思いますね。まあ三つ岡ら制度もあってもいいと思うんですけど、でこれがねひょっとしたらあるかもしれない、日産スカイラインの R33 回のパトロールカーです。でもう一つがこれが大型輸送車ってなってるんですが、まあパッと見た感じ大体の方わかるかもしれませんが、これ多分あの元はロンドンバスですよね。この2階建て感ね、まあ2階建てバスでね警察の方が輸送されてたらこれちょっとすごいなとか思うんですけど、まあさすが幻想シリーズといったところ面白いね4両のセットになってます。これまた見てみるのが本当楽しみですね。でちなみにこれがですね、まあ多分ですけど見えますかね皆さん、ここねあの新品的なシールが両サイド貼られてるんで、まあ多分新品だとは思います。車両自体もね結構綺麗なんで、まあ状態とかも非常に気になるところなんですが、とりあえず知らずに買ったら値段が高かったと、まあそういった感じで一つ目でした。ではではどんどん参りましょう。もう上からいきますね。続いてこちらが、はい、これね僕ね結構いいなと思ったんですよ。限定生産品のねトミカ誕生30周年記念トヨタセリカセット、値段は1980円で、まあなんか限定感バリバリあるんですけどそんなに高くなってないと。はい、名前の通りとりあえずね全てあのセリカになってるんですが、上からセリカ LB2000GT で、これがセリカ 1600GT で、次にねニューセリカにセリカ WX2800GT、 なかなかいろんな意味で濃いセットですよね。で他にもねいろんなこう30周年記念のねトミカギフトとか出てるんですけど、これはねあの販売場所か多分何かのイベントの会場とかそういったものなんですかね。まあなんかあのご存知の方いらっしゃいましたらね、ぜひちょっとね教えていただけたら嬉しいです。でちなみに多分ねこれもですねテープが未開封だと思うので、おそらくですが、まあ箱はねちょっと傷んでると思うんですけど、中は新品だと思います。まあ値段的にはほんと1980円で結構お得に買えたかなと。で続きましてね、おーそうそう、これがね僕ねあのトミカね集めてるんですけど、もう情報が疎くてね、あこんなのあったんだみたいな、そんな感じでこちらもねちょっとね買っちゃいました。おもちゃ大陸プトラパトラブルーレスキュー隊セット、へーって思いました。でこれがおもちゃ大国プトラパトラのロゴですかね。レスキュー隊と一緒に遊ぼう、これあのハイパーレスキューとかじゃないんですよね、ブルーレスキュー隊なんですよ。まあ値段はまあそこそこして2980円です。でこれねあの箱をぐるぐるちょっと見てたらね結構古いんですよね。ここにあのプトラパトラのねラインナップ書いてるんですが、発売中発売中発売中と来て、でここがね2000年9月発売予定の変身ショップおもちゃ屋さん、これ欲しいな。まあトミカタウンなんですけども2000年のね発売予定なので、まあそれ以前のものなんですよね。
最低でも18年前のものだと思います。で、車両ベースもね、実際に存在する車両が使われてるみたいで、元のね車両名こそは書いてないんですけども、後ろ側にはいこんな感じでそれぞれのね名前書いてます。セット内容がレスキュー01隊長レッド、これ隊長なんですね。で、レスキュー02ブルーはしご車、レスキュー03ブルー工作車、レスキュー05ブルーアンビュランス。なかなか楽しそうなセットですね。プトラパトラをね、お恥ずかしながら、もう正直言ってね、知らないんで、本当にこの箱を見た瞬間、へーって思って、正直な感想そんな感じだったんでね。まあこれね、多分なかなか巡り合うことないんだろうなと思って、こちらもね、一旦とりあえず確保という形で購入させていただきました。トミカって本当すごいですよね。見たことないものいっぱいあります。で、続いてまだまだございます。あ、これもよく見たらトミカ30周年記念になってました。ベストセレクションのいろんな乗り物セット、パッケージがねめちゃめちゃ可愛いんです。で、何に惹かれたかというと、僕ねもうね、バイク大好きなんですけど、最初ね、ここに行ったんですよ。で、次にサンフラワーなんですよ。で、今よく見たら、気づいたらデゴイチ入ってるんですよ。何も見ないで買ってるのバレバレなんですけど、今見てこのセット内容すげえなーと思って。面白いセットですよね、これね。で、6台セットで結構ゴージャスで、まあ値段もね、結構古いものなのに2980円と、割とね、お買い得なのかなとは思いますよね。で、一応セット内容もう一度ね。はい、サンフラワー。これがね、普通のトミカサイズで、今月リニューアルされたサンフラワーがロングトミカで出るんですが、こんな小さいのもあったんですね。で、これがですね、これも素敵ですよね。バトル KV107-2 でいいのかな？車両の方はこれはね、ヘリコプターになるんですかね。日の丸がちょっと、尾翼のところに書いてあって、これはなかなか面白い。で、その下がこれがねデゴイチです。小さいサイズのデゴイチ、ちょっとトーマストミカとね並べて比べてみたいところですよね。で、続きましてホバークラフト MVPP5 でいいのかな、これもなかなか素敵で、続いてねスノータイガー SM30、 横に高原スキー場って書いてます。これあれですよね、雪山を平気でこう走り抜けていく超かっこいい車ですよね。キャタピラとかね動いてくれるんですかね、楽しみですね。これも結構珍しいですよね。で、ダックスホンダです。これね、僕ね学生時代ねそこそこ憧れたバイクで、ちょっと大人になったらね乗ってみたいかなって思っているようなバイクの1台です。まあ僕的にはねこのねダックスだったり、あとねモンキーだったりね、まあ身長があんまり高くないんで、この小さい系のねバイクがよく似合うみたいで、これ見て、あーダックスだと思ってね、とりあえず手に取ったら素敵な内容になってました。で、これもねテープがちゃんと両サイドね未開封っぽい状態なので、もうバッチリ新品未開封ではないかなと思います。じゃあ本当素敵なコレクションですね。あ、今ここ見て気づきました、ファン待望の限定復刻、へーと思いました。復刻版なんですね。おー、元が欲しい、元が復刻する前のやつが欲しい気もしてきますが、まあ多分それめちゃくちゃね値段高いでしょうね。いやー、でも本当いいセットに巡り合えて、これは良かったなと思います。で、これで大体半分ぐらいで、まだございます、あと4つかな。続いてこちら、なんか現代トミカっぽいんですが、エコカーコレクションです。もうパッケージがね爽やか、エコアピール半端ないですね。で、値段は2980円。で、セット内容はねスバル R1で、こちらね、キングオブエコカー、トヨタプリウス。で、その下がトヨタプロボックス。で、こちらになんと、マツダ RX8。で、これね、買おうと思ったのがね、RX8 を見つけて、ちょっとね、おーっと思ってね、こちらは購入を決めました。さあ、どんなね、感じのね、車両に仕上がってるんですかね。で、こちらも他と同じく、未開封で新品だと思います。箱がね、若干ちょっとね、へこみがね、あるんで、箱としては状態はね、良くないんですが、とりあえず車両がね、もう多分新品だと思われるので。で、今ね、ちょっとね、僕的にちょっとだけショックなことがありまして、僕あまり何も調べないで買うもんですから、これ結構本当に古めのものなんですよ。発売もね、2006年発売で、十何年前で、
まあそこそこ価値あるのかなと思って、まあ僕ね、あのAmazonでね結構あの価格調べたりするんですが、はい、こちらご覧ください。若干ショックですね。1500円で売ってた。約半額やんかいみたいな。もしあの気になった方、これあの残り1点ってなってるんで、ぜひあのAmazonで早めにあの買ってみてください。まあこういうね失敗をお伝えするのも僕の使命かなと、なんかそんなような気もします。あの皆さん買うときはね、値段よく見て買いましょう。まあ他はあのAmazonとかで見たらね、それよりね安かったんで、まあ若干これだけショックでした。はい、ではでは続いて参りましょう。次に登場が、いやーこれはもうパッケージ買いです。今ね見てきたこの5つよりも一番パッケージ買いしたかもしれません。コカ・コーラドリンクカーセット、お値段は2580円です。で正直言いますと、状態はね、まあ、中のこの白いやつがかなりね、あの日焼けしちゃってるんで、あまり良くはないかなとは思ってはいるんです。一応未開封の新品だとは思うんですけど、保存状態は良くなかったんでしょうね。焼けが気になるところですが、まあコカ・コーラシャルね結構あの集めてたりするんで、まあこれもねあのコレクションしたいんでね、とりあえず購入しました。で多分ですが、まあここのねシールなんでしょうね。もともと白いところがそこそこね、これも焼けちゃったりするんで、もっとね状態いいのにね、そのうちあの巡り合えたらなーって思っております。ちなみにあの瀬戸内容こんな感じですね。コカ・コーラのデリバリー版に、ファンタのハイバック版で、コカ・コーラの冷凍車に、カナダドライイベントカー。僕は結構ねあの今回これとねこれ目的で買ったみたいな感じですかね。見た目がちょっとね結構可愛いんで、まあ本当あのいつかあのめちゃくちゃ綺麗なものにね出会えるのを楽しみにしておきたいと思います。であと2つかな。続いてがこちら、お逆ですね。はい、これがね軽自動車コレクション。これもね僕ね全然知らないんですよね。トイズドリームプロジェクト限定版。さあこれは一体何なんでしょうか。トイズドリームプロジェクト、これがロゴマークですよね。これもねあの手に取った瞬間ね、へーと思って、はあこんなのあるんだーってまあねあのセット内容的に結構あの可愛いセットになってるんで、まあこちらもね持ってないということで購入いたしました。値段は2580円で、まあ僕的にはね安いと思うんですけど、さあさあどうなんですかね。ちなみにこれどこで売られてた分なんですかね。普通にお店で売ってたんですかね。でちなみにね車両はね、スバル R2 にホンダビートで、これ結構気になるダイハツミゼットに、こちらもダイハツでコペンです。あ、これキンキラキンですね。素敵ですね。でとてもね気になるところですね。でちなみにこれも、はい、未開封状態なんですが、今若干ちょっと初めて気づいたんですけど、これこんなにしてたの前誰かが以前買った値段なんでしょうね。これね税込み4320円ってなってます。ちょっと開催弁戻ってまいりましたけどもこんな高かったですね元ね。まあ定価ではないんでしょうけど、まあもともとこの値段のね商品が未開封で2580円で売ってたと。なんかこれ見た瞬間ちょっとなんかあの嬉しくなっちゃいますよね。なんだろう、気持ち的なあの男感みたいなのがすごく湧いてきました。まあこれもなかなか気になるところですね。後ろの写真で車両の様子見えるんですが、めっちゃこれ可愛いですね。スバル R2 のファイヤーチーフ、あーこれもなかなか素敵でございますね。というかトイズドリームプロジェクトというのがちょっと僕あんまり分かってないんで、またあの紹介するまでには調べておきます。でトミカギフトがこれでラストで、はい、これがトヨタ BB&WILL VI セット。なんかこれもまた変わったセットですよね。 BB2 台に WILL VI が2台の、なんかとてもあの可愛いセットになっていて、 BB の方がキャルルックタイプ、もう一つがスーパーカスタムタイプで、 WILL VI の方がスペシャルカラーに、これが至ってノーマルになるんですかね、 WILL VI となってます。うん、セット的には本当にあの可愛いセットになってますね。で値段は2580円で、これもどこで売ってたの、普通に店頭で販売された分かな。いや歴史がね本当知りたいんですけどね。でこちらもおそらく多分新品ですかね。そうであってほしい。で値段はね Amazon さんで3000円ぐらいで売られてたんで、まあまあ2580円ならまあちょっとは安く買えたんじゃないかなと、そんな感じでは思います。まあてな感じでね、まずはねトミカギフトこちらのね、今回結構買いましたね。8種類買いましたが、
まあドルもね持っていなくて、もちろん今ではね廃盤になってるんで、まあ値段はねもう絶対定価よりね高くなっちゃってるんですが、まあ開けてみてね状態さえ良ければいいものを買えたんではないかなと、そんな感じで思います。まあコカ・コーラに関してはねもう多分状態ねそんなに良くはなさそうなんで、まあここはまあ置いといて、 あとエコカーコレクションですね。これは安くで売ってたんで、もう気になった方はあの今すぐ Amazon でポチってください。でトミカギフトはこれで終わりで、続いてねプラレール、こちらはねそこまで数ないんですけど、まああのコレクションがてらにね数点買ってまいりました。まあ僕は本当にあの集め始めるのがね遅かったんで、持っていない車両がね多いんですよ。見つけたらね買っちゃう京阪電車8000系プレミアムカー、いやなかなかこれもいいとは思います。今では手に入らないと思いますね。でこれがねずっとこちら側に行きますと、まあ値段はね3980円だったんですが、ちょっとなんかあのエラー訂正かな、間違いがあった商品のようで、こんな感じであの行き先表示に誤りがあったみたいです。そのねあの補修用のシールっていうんですか、貼り替え用、それがねついてるモデルになっていて、まあ、この車両自体がね訂正版が出てるかどうかはちょっとね僕知らないんですけど、まあ本当あのなんとなくの感覚なんですが、これは貴重じゃないかなと思って、それで購入を決めました。まあもちろんあの持っていなくて前からね結構気になってた車両でもあるんでね、これはまあ出会えてよかったかなと思います。で続いてこれがね正直にあのね僕ね不安になりながら買っちゃったんですけど、プラレールショップ限定の東武スペーシア1期、まああのね色違いのスペーシアです。でプラレールショップ限定販売なんですが、値段がね一回ちょっと安くなってるんですよね。1980円になってます。まあこれあの持っていなくてプラレールショップでもし売っていたら、まあ1980円よりはちょっとね高めだと思うんで、まあちょっと不安になりながらね買っちゃったんですが、これまだあのプラレールショップで売ってるモデルなんですかね。まだあのこれ買って以降ねプラレールショップ行ってないんで、そのあたり気になってるところなんですけど、まあ箱はちょっとあの正直状態はね良くはない感じなんですけど、まあこれあの一度も開けてなさそうなんで、まあ、とりあえずあのなくなって後悔しちゃう前に買おうかなみたいな、そんな感覚で購入しました。ひょっとしたらあの僕的に失敗してるかもしれませんね。綺麗なものがプラレールショップでね売られてたらね絶対多分そっちの方がいいとは思うんで、今度またちょっとあのプラレールショップ行って見てきます。でプラレールが3点目ですが、まあこれがねあのね、まあ、正直言いますとなかなかあのちびっこ向けのプラレール商品になってまして、まあプラレールを名乗ってるんですが木製です。一応あの必要なところはねプラスチックのようなね素材では作られてるんですけど、ほぼほぼ木ですね。で名前がプラモック入門セット、まあ本当あの小さなお子様がね使うようなものだと思うんですけど、まあ車両自体はねちょっとねなかなか楽しくてね、これが500系なんですよ。で機関車って書いてあって貨物車って書いてます。まあ500系はちょっとね面白いかなと思いまして、まあこれは僕自身が多分まあ、コレクションとして置いとくか、ね、親戚の小さなお子さんとかにねあげたりするかねわからないんですけど、まあ、赤ちゃんとかがね気楽に遊べるような感じのセットなんですかね。であのね木なんでね、まあ、普通のプラレールより中古とかね気になるところなんですが、一応あの未開封なのをね確認してこちら購入します。箱は若干ボロいですけど、でここに書いてあるんですが、まあ、こんな感じで通常のねプラレールの車両と連結させることができるみたいなんで、まあ、これはあの次のステップアップとかにねいいかなと思いますよね。で念のためにあのお知らせしておきますが、あの重量がなんか重いみたいでプラレールの動力車を使ってね走行させることはできないという注意書きがあります。まあこう書いてあっても、まあ車輪もついてるしね、なんか押したり引っ張ったりできそうな気もするんでね、ちょっとこちらね紹介させていただくときはねぜひね動力車とのね連携とかもね見てみたいと思います。はい、てな感じでプラレールは、まあ、こんな感じで3点購入してきました。でそれでですねちょっとねここでもうかなりねあの僕的に嬉しい報告がありまして、先日ね紹介したこのねシンカリオ E3 翼、こちらをね買った時にねプラレールくじをね引きましたところ、やりました、ついにですよ。はい、こちら当たりました、めっちゃ嬉しかった。 E7 系新幹線輝きのクリアーブルーバージョン、いやーこれね、まあご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、プラレール商品をね税別で1500円以上購入すると1回引くことができるプラレールのくじで、今までですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か、まあこれ以外ねうちの子にねシール
2枚ぐらい渡したと思うんで12回かな。その12回目でついに当たったんですよね。いやー本当に嬉しかった。当たらなかったらね、オークションとかで購入しようかなって値段とか見てたら、まあまあそこそこのね値段で売られてて、まあ当たった人がねいらないと思って売っちゃうんですかね。まあそれもちょっと寂しいんですけど、なかなか本当に高くて、それをねもうどうしても欲しくてね購入しようかなって思ってた矢先に、いやーついに当たりましたね。これが本当くじとしてはね各店舗1台しかね割り当てがないみたいで、まあほぼほぼねずっと同じお店でね引き続けてたんですけど、マジで嬉しいです。これは普通に喜びました。ちなみに一等賞引いた時のね記念すべきくじの写真ね撮らせていただいたんで、この辺に出しておきます。いやー嬉しいなー。これはねまた後日ねじっくりとね喜びとともに紹介させていただくんですが、今ちらっとお見せしようと思ったんですけど、テープがね貼られてるんでね、僕本当に開けた時の感激とか感動をねもう本気で伝えたいタイプなんで、これは開けません。今は申し訳ないですけどもね、僕もね本当に早く開けたいんで、これは早めにね紹介動画を作ると思うんで、ぜひね楽しみに待っていてください。いやー嬉しいですね。これはマジで嬉しかった。今ね紹介してきたいろいろトミカギフトとかねプラレールあるじゃないですか、それを見つけた時より嬉しかった。まあそんな感じのかなり嬉しいご報告でございました。まあてな感じで今回はねいつもながらアダムスキーさんでいろいろね珍しいねトミカとかねプラレールの商品を見つけてきて購入してきたご報告の動画でございました。で最初にも言いましたが、まあ本日ですねチャンネル登録者の方が20万人を突破いたしまして、いやーここまでね来れたのも本当に皆様のおかげでございます。まあチャンネルをね開設してから3月の27日で丸4年ですね。まあ本格的に活動しだしたのがね1年半ぐらい前なんですけど、その時が確かね5万人ぐらいだったかな。いやー20万人までね長かったようで短かったようで、まあがむしゃらに走ってきたんですが、いや本当にね視聴者様あってのねこの動画投稿の世界といいますか、まあ、YouTube の世界なので、もう本当の本当に昔からねご覧になられている方、そしてね最近ね僕のことを知ってくださった方、皆様あっての僕でございます。本当にねありがとうございます。感謝の言葉を申し上げます。今後ともこんな感じでいろんなものをねたまにろくに調べもせずね購入したりとか、ろくでもない知識でね紹介しちゃったりする時もあるんで、まあいろんなねご意見があると思いますが、僕なりにねいろんなねトミカやプラレール、その他のねおもちゃもね楽しくね紹介させていただきますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。ではでは歴史を語り出すとすごくね長くなってしまいますんで、今回はねこの辺りにさせていただきます。てなことでね、おもチャンネルのタルでございました。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。ではでは今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。今後もねこれまで同様、いやそれ以上にね頑張ってまいりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。